太ももの外側が張ってしまう、ふくらはぎの外側が張ってしまう、そういった方は今回のフロッグキックがおすすめです。今回のエクササイズを行うことで O 脚、X 脚、XO 脚、そのような方の足のラインが綺麗になって足痩せしやすくなりますんで、動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、足のラインを整えるために大切なフロッグキックというのを紹介していきます。寝たままで足を伸ばすだけです。たったの30秒なんですけども、2種目やった方が効果的なので、2つセットで1セットやってみてもらえたらと思います。今回のエクササイズのいいところは、股関節を外旋させることができてきます。なぜ股関節の外旋が良いかというと、お尻を締める力が弱ってしまって、股関節が内旋してしまって、それで足のラインというのが崩れてきます。本来は足のラインというのはまっすぐなんですけども、これがお尻を締める力が弱ると内側を向いてしまって、股関節から膝までのラインが内側、膝から下が外側っていう風に足のラインが崩れてしまって、足痩せしにくい、エクササイズをしても足が細くならない、外側が張ってしまったりして足のラインがどんどん崩れてしまう、そういった原因になってしまうので、股関節をしっかり外旋させる、お尻を締めるってことが大切になります。立ったまま行うとなぜいけないのか。立ったままやってしまうと体のラインが崩れる、お尻が出てしまう、上体が前や後ろに倒れてしまう、そして股関節が正常に開きにくくなるので、寝たまま行う方がお尻から頭までの状態をまっすぐ保って足を動かすことができるので、寝たままフロッグキック一緒にやっていきましょう。それでは紹介します。スマートフォン持って寝たまま行います。まず普通に寝ます。足を上に伸ばします。頭はついたままです。このままつま先を開いてください。つま先をしっかり開いて、そうするとお尻が少し締まって腰がしっかり床につくと思います。この状態をキープして、かかとが絶対に離れないように、かかとをつけたまま、膝を曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばすっていう風に行います。しっかりつま先を開きます。つま先をしっかり開いて、かかとが離れないように動かしてください。これでしっかり股関節を外旋させる力がつきます。これを30秒やっていきましょう。できるだけ足はお尻の真上です。膝が伸びきらない方は少し斜めでもいいんですけど、できれば真上。頑張って膝伸ばしてください。つま先もしっかり上げていた方がいいです。それでは30秒いきましょう。スタート。かかとが離れないように動かしていきます。腰が反れないようにしっかり腰をつけて。結構辛いですよね、これね。できるだけつま先開いて、 X 脚、O 脚の方はね、結構辛いと思います。頑張ってね、股関節開いてください。 OK です。いやー結構辛い。はい、もう一種目。このまま足は一緒です。つま先を開く、閉じるっていう風にやっていきます。こういう感じです。これもかかとが離れないようにしてください。股関節のラインを開く、閉じる、開く、閉じるっていう風にやっていきます。これで X 脚、O 脚の改善ができます。いきましょう、スタート。かかとがね、離れないようにゆっくり、股関節からね、しっかりひねってる感じを意識してください。しっかりね、つま先開くと股関節が開きますんで、結構辛いですよね、これね。はぁ、あ、あー、辛い。あー、よっしゃ、OK。 お疲れ様でした。とっても簡単ですよね。筋肉的には辛くないと思いますが、足の裏が硬い、ふくらはぎが硬い、股関節がね、すごく O 脚になっている方とかね、そういった方は開くの結構辛いんで、これをね、しっかり頑張ってみてください。やっぱりここの股関節のラインがね、まっすぐじゃないと、どうしてもこういう風にね、膝の皿が内巻きになってしまって、膝から下が外張りっていう風になるので、しっかりこっちにね、逆に開くようにして、ちゃんと股関節前向けて、膝の皿をしっかりね、内側同士向くんじゃなくて、しっかり正面を向ける感じでまっすぐ立ったりできるようになるように、今回の
フロッグキック何度もやってください。このフロッグキックのいいところはですね、エクササイズの前にするといいです。なぜかというと、足のラインを矯正してスクワットとか足のエクササイズ行うとしっかり効きやすくなります。変なところに効かなくなってくるんで、しっかりこのフロッグキックをね活用して足のラインから綺麗になってください。やってみた方、よかったらグッドボタンや感想教えてください。これを継続しながら続けてね、足のライン変わったよって方はね、よかったらビフォーアフターなんかもぜひね、ツイッターやインスタグラムの DM なんかで見せてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。